日野勝光は、室町時代中期から後期にかけての苦行。藤原北家真夏流日野家、右小弁、日野重政の子。家には、十一位、左大臣。日野富子の二位。影響六年、祖父、義子が何者かに暗殺され、父、正光も、所領を没収されて出家したため、六歳にして、祖父の後を継ぐ形で家督を相続。 カ吉元年11月28日に、元服。およそ1年後のカ吉2年11月17日には、7代将軍になったばかりの足利千夜茶丸が元服して、吉勝と名乗り、やがて吉勝の一時を受けて勝三と名乗る。後に妹である富子を8代将軍、足利義政の性質に入れ、その間に生まれた子、足利義直の将軍職就任に寄与して、 さらに娘を吉直の夫人に入れる。吉直の将軍就任時、畠山正長が儀式のために官僚に就任したものの、終了後に直ちに本国に帰国したため、吉直が15歳になるまでご飯は、前将軍、吉正が、その他の政務は勝光が行うことになった。公家である勝光は、幕府の役職にはつかなかったが、新将軍代と呼ばれた。ただし、 公式に用いられた故障か通称かは不明である。勝密は、午前沙田に参加して、万所執事の伊勢貞宗の補佐を受けて武行衆の指揮をしたり、協議の内容を吉政に報告して、了承を得たりしたりと考えられ、官僚の職務を担ったものの、万所の職務に関与する権限や幕府文書を発給する権限はなかったと見られる。文明八年五月十六日、 左大臣に昇進した。6月15日、皇居。去年48。勝光は、蓄財に励み、その権威の大きさから、大大臣と評された。日付は旧暦。ありがとうございます。